知ってる顔じゃない。指摘の水原希子に、相武先アンドローラも、海外生活でルックス激変芸能人の必然。モデルで俳優の水原希子、33が7月30日、都内で行われた、水原希子かけるイロハコラボアイテム発売記念トークショーに登壇し、パートナーでアメリカ人ピアニストのジョン・キャロル・カービー氏、41、との関係について語ったが、そのビジュアルの変化にも、 注目が集まっている。パートナーとの関係について水原は、今の彼に出会って私はすごく変わりました。悩みだったり、過去の苦しかったこともあるだろうし、完璧ではないところを出してほしいと言われました。無意識の中で重くないような女性を演じていた。彼は僕もエモーションになることもある。 紀子もエモーションを出していいと言われてめっちゃ救われましたと語った。水原といえば7月26日、自身のインスタグラムを更新して、わあ、2年前を振り返ると、今はまるで別人のよう。とても幸せで、健康になっている。私は世界で一番幸せな女の子よ。アイラユー一緒に旅するのを楽しみにしていますと綴り、 カービー氏と体を密着させ、足を絡めるラブラブショットを投稿したことも話題を読んだ。そんな水原に対して X、旧ツイッターには、なんか知ってる顔じゃないや W。顔変わりすぎだろ。といった声も寄せられている。水原さんは昨年10月から活動拠点をアメリカロサンゼルスに移していますから、生活も そしてメイクもアメリカナイズされたんでしょう。イベントでのメイクも若干濃い感じだったこともあり、今までと違った印象を受けた人がいたのではないでしょうか。水原さん以外にも海外移住したことでビジュアルが変わったと感じられる女性芸能人は少なくありません。女性誌編集者、俳優のアイブサキ39は現在シンガポール在住。2023年8月、 友人でモデルのマイカワアイク35がインスタにマイプレシャスフレンドシンガポール在住のアイブ先ちゃんと旅行中に会えましたと投稿したことで当地に住んでいることが明らかになったシンガポール在住のアイブだが2023年1月クールのドラマリバーサルオーケストラ日本テレビ系や同年4月クールのラストマン全盲の捜査官 TBS 系 に出演するなど日本での女優業も続けているまた7月30日放送のバラエティ番組カジ野郎テレビ朝日系にもゲスト出演していた最近の愛部に対しては愛部咲きってこんな顔だったっけええー、愛部咲きシンガポールに移住してるのか顔変わったよね愛部咲きちゃん顔が変わってる などの意見も寄せられている。アイブさんのインスタを見ると、やはり日本にいた時よりも、やや濃いめのメイクをしているように見えます。シンガポールのトレンドを取り入れているのかもしれませんし、とこですから、汗に負けないメイクを意識しているということもありそうです。前室の女性誌編集者、モデルでタレントのローラ34もう2015年より活動拠点をロサンゼルスに移している。 日本の CM にも変わらず出演しているものの、アメリカでの活躍は SNS で確認することができる。また、インスタのフォロワー数は910万人と突出している。もともとエキゾチックなビジュアルが魅力だったローラさんですが、ここ最近は明るい髪色から黒髪に変化したこと、目元にしっかりとメイクを施していることもあり、以前にも増してエキゾチックな印象を受けますし、 日本のバラエティ番組に出演していた時とは雰囲気がガラッと変わりました。海外生活が長くなると当地のメイクのスタンダードやトレンドを取り入れることもあるでしょうから、自然と日本に住んでいた時とは印象がかなり変わるんでしょうね。水原さん、アイブさん、ローラさんはもともと美しいのですが、メイク映えもしますからね。 メイクが変わったことで顔が変わったと感じてしまうのではないでしょうか。前室の女性誌編集者。海外に拠点を移す芸能人も増えていることもあり、今後も日本にいる時とは違った顔を見せてくれる女優や女性タレントが続出しそうだ。エキゾチックなメイクやファッションの水原の姿に世界一綺麗な人だと思ってます。これです。これ。神踊り自身。 わーをはじめ誰だかわかんなかった、と絶賛コメントが寄せられた。